クリスティアン・アウグストは、アンハルト・ドルンブルク公、ついで、アンハルト・ゼルプスト公、プロイセン王国に軍人として仕えた。最終階級は元帥、ロシアの女帝エカチェリーナ2世の父である。アンハルト・ドルンブルク公、ヨハン・ルート・ビヒ一世とクリスティーネ・エレノー・オレフォン、ソイッチュの三男として、ドルンブルクで生まれた。プロイセン国王フリードリヒ一世の行為を受けて、 ベルリンの貴族学校で学び、1704年に、父の死に伴って、兄弟たちとドルンブルク公領を共同相続するが、そのままプロイセンを王国に主官して1708年には、大尉に任官した。そして、同族のアントン・ギュンター・フォン・アンハルト・ゼルプストがシェフを、務める第8不評連隊に加わって、従軍生活を開始し、当時佳強を迎えていたスペイン継承戦争に、 参加した。はじめクリスティアン・アウグストは、ネーデルラント戦線で戦い、マルプラケの戦いに参加し、その後のモンス・デュエの攻略にも加わったが、この時、AN 川の争奪戦で、弟クリスティアン・ルート・ビヒを失った。1711年イタリア戦線に移動し、高級副官となる。トリノでは神聖ローマ皇帝になるために、スペインから戻る。 途中のカール6世の廃越を受けた。この頃、イタリアの戦線では、もうあまり動きがなく、彼はこの期間に、ベネツアやローマを訪問し、教皇クレメンス11世にも紹介されている。そのまま1713年に、プロイセンが、この戦争を離脱したのに伴って、彼も、イタリアを去った。同年彼は中佐になり、 1714年にはアントン・ギュンターから連帯を引き継いでそのシェフとなる。1715年には大佐に昇進した。プロイセンはスペイン継承戦争から転じて大北方戦争に参加し、彼は当時スウェーデン領であったウーゼドムジマやボリン等の制圧に従事した。戦争終結後彼はシュテッティン駐在になり、移合式の少し前までここで暮らした。 1721年、少々に、昇進。1725年には、クロワシ勲章を受勲し、1727年に、ホルシュタインゴットルプ家出身で、リューベック領主司教クリスティアン・アウグストの娘、ヨハンナ・エリーザベトと結婚した。シュテッティンにおいて、クリスティアン・アウグストは、連帯の訓練や、要塞施設の強化によく励み評価された。1729年に、 シュテッティン要塞司令官に任命され、1732年には、中将に昇進する。代が変わって、フリードリヒ2世の時代になった1741年、彼は、不評代償になり、シュテッティン総督に任じられるが、この頃から健康が悪化しだした。オーストリア継承戦争においては1741年の、冬まで、本国を守る同族のアンハルトデッサウコ レオポルト一世の軍に入るが、戦場には出ないまま終わった。1742年に、フリードリヒ二世から、元帥の地位を与えられる。同年にアンハルト・ゼルプスト公をヨハン・アウグストが公、残さず死去すると、所領を兄と共に相続することになるが、ドルンブルク家はもともとゼルプスト家から分離した家で、これを本家に統合した。この頃、クリスティアン・アウグストは、 娘のゾフィー・アウグスタ・フリー・デリケ、後のエカチェリーナ2世の縁組を持ちかけられた。妻、ヨハンナ・エリーザベトの創生した長兄、カール・アウグストが、ロシアの女帝、エリザベータの婚約者であった縁がきっかけであったが、女帝の老いで、後継者と定められたカール・ペーター・ウルリヒは、父、カール・フリード・ドリヒが、ヨハンナ・エリーザベトの同族のいとこであり、この頃行われた、ロシア・スウェーデン戦争の結果、 スウェーデンがロシアの干渉を受けて彼女の時系アドルフ・フレドリクを王い継承者に据えたことで娘の政治的価値がにわかに高まったためでもある。当時プロイセンはオーストリアと競争中でロシアとの友好関係を保守しておりフリードリヒ2世はロシア宮廷内の親プロイセン派とともにこの縁組を精力的に推し進めた。ヨハンナ・イリーザベトも なかなか野心的な人物で、縁組の成立に力を尽くしたが、クリスティアン・アウグストはルター派の信仰を厚い人物で、娘の正教への改修に抵抗があったため乗り気で、なかった。しかし妻に解き伏せられ、主家の意向とあってはいたか方なく、1743年冬、妻と娘をサンクトペテルブルクに送り出した。1744年の娘の結婚式に、 彼は参加することを許されなかった。1746年、領地に残っていた兄オハン・ルートビヒ2世が死去し、領地の経営のためクリスティアン・アウグストは、ゼルプストに帰った。しかし自身もまた時を置かず、翌1747年に、同地で死去した。妻、ヨハンナ・エリーザベトとの間にご死を設けたが、成人したのは一男一女であった。このうち男子が、 セルプスト家を継いだフリードリヒアウグースと、女子がエカチェリーナ2世である。ありがとうございます。